引き上げ、引き上げとは、1945年、昭和20年の太平洋戦争及び日中戦争における日本の敗戦まで日本の植民地や占領地での生活基盤を有する一般日本人が日本本土に戻されることを言う。1945年、昭和20年8月15日、昭和天皇は日本国民に向けての録音放送で、 ポツダム宣言を全面的に受諾する旨の抽選に関する証書を発表した。これにより日本政府は以下の義務を負うことになった。軍人、軍属の福音についてはポツダム宣言第9項が日本国軍隊は完全に武装を解除せられたる後各自の家庭に復帰し平和的かつ生産的の生活を営むの機会をえしめられるべしとあった。ここから 福音という言葉が生まれる。これに対して一般人の機関については具体的規定はなくわずかに同宣言の第八項日本国の主権は本州、北海道、九州、四国並びに我らの決定する諸古島に極限せらるべしがあるのみであった。これだけでは三百万人を超える在留一般法人の運命は明らかにならない。外務省は 現地の状況を認識できぬまま、ポツダム宣言の受学を決定した日である8月14日に、3カ国宣言受諾に関する訓練によって、居留民はできる限り現地に定着させる方針を、在外交換に指示している。GHQ は、10月25日の指令により、外務省の外交機能を全面停止させた。日本政府は、外務省に代わり、厚生省が引き上げ問題の中央責任官庁に、 指定し、体制を整えた。1946年3月16日、GHQ は、日本政府に対し、引き上げに関する基本指令を発した。日本国外にいる軍人、軍属は、陸軍が308万人、海軍が45万人であり、合わせて353万人に上った。これに、一般人300万人を加えた。 約660万人が海外にいたことになる。これを5つの軍艦区別に見ると以下の通りである。1945年昭和20年9月2日の連合軍総司令官マッカーサーによる日本政府宛て一般命令第1号によってそれぞれの軍艦区の司令官のもとに降伏することになった。その結果、軍人、軍属及び一般人を含め全ての日本人は 上記軍管区ごとの軍隊の支配下に入った。日本人の取り扱いに関しては、各国の軍隊ごとに大きな違いがあり、まさに生死を分けるものと言えた。実際の引上げ事業も上記5つの軍管区ごとに実施された。さらに、日本陸海軍の移動に第一優先を、民間人の移動に第二優先を付与すべしとの連合軍の指示により、軍人軍属の帰還より始められた。 陸軍の復員業務はソ連軍管区地域にて抑留された軍人を除いて1948年昭和23年1月までにほぼ完了した。海軍の復員は1947年昭和22年末までにおおむね完了した。その後一般の日本人の帰還が行われた。一般日本人の帰還にあたっては 現金1000円と自力で運ぶことができる若干の荷物のみ、対応が許された。引き上げにあたっては、敗戦時までに残っていた、急日本軍の艦船や民間船舶のみならず、アメリカ合衆国政府より、リバーティ型輸送船、7000トンを100 LST 艦、戦車用陸艦3000トンを85隻病院船6隻が対応された。引き上げ者は、 厚生省、当時が開設した引上げ港から上陸した。以下の18地域において、地方引上げ援護局あるいはその出張所が置かれた。浦賀、舞鶴、呉、下関、博多、佐世保、鹿児島、函館、大竹、宇品、田辺、唐津、別府、名古屋、横浜、仙崎、門司、戸端である。 引上げ事業開始から4年が経過した1949年、昭和24年末までに、軍人軍属を含む624万人が、帰還した。引上げ開始から約30年が経過した1976年、昭和51年末には、629万人、軍人軍属311万人、一般人318万人が帰還している。結果的には、 引き上げ開始から4年間で99%を超える日本人が日本に戻ってきたことになる。この事業は極めて広範囲活大規模であり人類史上最大の短期的かつ集団的な人員移動といる。伝染病の蔓延を恐れた GHQ が日本政府に検疫措置の厳格な履行を求めたので引き上げ船で前述の港にたどり着いた引き上げ者たちには 厳しい検疫が課せられた。厚生省の記録によれば、栄養失調症、マラリア、結核、活気等の罹患者は、引上げ者全体のうち10%に上り、1950年、昭和25年末までに、18万人が、最寄りの国立病院等に搬送され、うち3980人の死者数を記録する。1946年、昭和21年4月には、 関東から裏側に入港した引き上げ船において、これらが発生したため、20隻もが、海上隔離のため沖合停泊を命ぜられた。7万人近い引き上げ者が、祖国を目の前に待機を余儀なくされ、うち70名が死亡した。入港後の引き上げ者には、旧兵舎を利用したあるいはバラック作りの宿泊所が、無料で提供された。食事も、無料で提供され、 主食は1日4 0 0ムとされた。当時の一般国民への配給が3 1 0ムであったのに比べ優遇されていた。また、一人100円、一世帯では500円を上限にして、上陸港から郷里までの旅費も提供された。その後、引上げ者は、居住地の移動証明書に代わる、引上げ証明書をもらい、郷里へと向かった。 鉄道輸送力が荒廃していた時代であるが、引き上げ者輸送のため、特別列車、いわゆる福音列車、引き上げ列車が他に優先して運転された。終戦時における、在台日本人の数は、軍人約16万6千人を含めて、約48万8千人余りであった。国民党政権の命により、台湾官兵前後連絡部が設けられ、台湾総督、 安藤都敷地が部長、農商局長、須田123が副部長にそれぞれ任命された。実際の業務は副部長が当たった。引上げは軍人から始められ、1946年2月に完了した。民間人については、当初は約20万人が台湾に留まることを希望していた。日本国内における食糧難をはじめとする混乱を恐れたこと。 台湾の生活に馴染んでいること、台湾人からの報復もなかったことなどが理由である。しかし、インフレーション等の社会問題の発生もあり、国民党政権は大量の日本人が台湾に残留することを望まず、一般人の引き上げも開始され、1946年4月20日に完了した。満州に取り残された日本人約105万人の総監は、 ソ連軍が一貫して無関心であったため、ソ連軍の撤退が本格化する1946年3月まで何の動きも見られなかった。一方、米国は中国大陸に兵士から民間人まで多くの日本人が残留していることが国境対立が顕在化していた中国社会の不安定要素となることを懸念していた。ソ連軍が撤退し、 国府軍が東北に進駐を開始するや、米軍の輸送用船舶を対応して、日本人送還を実行に移していった。早くも、同年5月には、金州地区の日本人引き上げが始まり、夏には、旧新疆の日本人を含めて本格化し、年内には、中京軍支配地域を含めて、大半の日本人が引き上げていった。満州からの引き上げ者の犠牲者は、 日蘇戦での死亡者を含めて約24万5千人に上り、このうち8万人近くを満毛開拓団員が占める。満州での民間人犠牲者の数は東京大空襲や広島への原爆投下、さらには沖縄戦をしのぐ。1945年8月当時、北緯50度以南のサハリン島南部に住んでいた日本人は約40万人だった。 1946年2月2日のソ連最高会議幹部会令により、1945年9月20日に遡り、南から太土地島の土地、施設機関の国有化が決定され、翌1947年2月25日にソ連最高会議は南からふとのソ連領編入を正式決定した。ソ連の占領下で生活することになった日本人は、 技術者を中心として多くがそのまま職場に留まった。ただ密航船による脱出が後を絶たず、宗谷海峡封鎖から公式引上げが開始されるまでに住民の4分の1近くにあたる約2万4000人が北海道へ逃れていった。ソ連は技術者か非技術者を問わず在留日本人の総還には全く興味を示さなかった反面。 在留日本人に対して、ロシア人と同じ労働条件、同じ給与、同じ職場を与え、実生活面では大きな違いは、ほとんどなかった。カラフトは、戦前より、米の生産ができず、内地からの移入に頼っていたが、ソ連領変入により、日本と切り離され、米の移入が途絶えてしまった。その解決策として、ソ連は、旧満州から大豆、 北朝鮮から米を輸入し、日本人への配給に充てる一方、北朝鮮から漁業、林業、土木従事者等の朝鮮人労働者も送られるようになった。日本の敗戦からほどなくして、ソ連が占領した旧万州、北朝鮮、サハリンでは一つの経済圏が早くも生まれていた。米国が占領地や植民地に在留する日本人を本国へ送り返すことにこだわった。 ソ連は逆に日本人の送還に無関心であった。しかし、サハリンや千島に取り残された日本人は引き上げを望み、日本政府も GHQ に対して引き上げ促進を働きかけた。結局旧満州地区からの引き上げが開始された1946年春以降、サハリンと北朝鮮大連のソ連占領地区からの日本人引き上げが 米ソ間で協議されるようになる。11月27日には、引き上げに関する米ソ暫定協定、12月19日には、在祖日本人捕虜の引き上げに関する米ソ協定が締結され、サハリンと千島地区からの引き上げが開始し、1949年7月の第5次引き上げまでに292,590人が引き上げた。しかし、 朝鮮人の家族のいた人やソ連に足止めされた熟練労働者ら少なくとも約千五百人がサハリンに留まった京都大学地域研究総合情報センター中山大小助教による1五十六年の日ソ国交回復により日本人約八百人とその朝鮮人家族約千五百人が集団帰国したのをはじめ九百七十六年までに 日本人約140人、その家族300人が個別に帰国した。それでもなおサハリンに残留する日本人にとり東西冷戦の影響のため祖国は遠いものであった。1965年からサハリン墓参が始まり、すでに日本に帰国したかつての島民がサハリンを放てくるようになった。サハリン残留者にとって離散した肉親の消息を 知りうる貴重な機会になった。しかし、両者が墓地等で会うことは黙認されたが、ソ連の警察に監視下にあり、母三段に託された肉親からの小包みや手紙は徹底して調べられた。1986年に改革政策ペレストロイカが開始され1991年のソ連崩壊までの一連のソ連の変化により、日ソの厚い壁が崩された。 1988年にサハリンの外国人立ち入り禁止区域が解除された。1989年にカラフト同胞一時帰国促進の会が発足し、同会が国に働きかけた結果、1990年には300人を目標に残留日本人の一時帰国事業も始まり、離散家族の再会が実現した。 この事業により1992年までに371人が帰国した。同会はサハリン残留者全員の希望が叶うまで続けてほしい、との要望を受け、日本サハリン同胞交流協会に衣替えした。延べ3126人が一時帰国し、303人が永住帰国した。一時帰国事業は2015年現在も続いている。米軍は、 朝鮮半島からすべての日本人を本国へ送還する方針を立てていたが、まず優先されたのは軍人の復員であった。連合軍が何より軍人の復員を重視し、ポツダム宣言では日本軍の即時武装解除と早期本国機関が条件として挙げられていたが、民間人については何も触れられていなかった。朝鮮半島では幸福文書調印以後、 第17方面軍に所属する部隊の武装解除も進んでいったが、米軍の進駐が緩慢だったために、すべての部隊の武装解除と復員が完了したのは10月に入ってからであった。そして、この直後から在庁日本人民間人の引き上げ、計画が始まった。10月3日に、アーノルド軍政長官が在庁日本人の本国総監を発表したことを機に、 民間人の引き上げが本格化する。北朝鮮から脱出してくる日本人を除いて1946年春までに40万人にも上る南朝鮮にいた民間人のほとんどが朝鮮半島から日本へ引き上げていった。その一方で日本からは多くの朝鮮人が故郷へ向け帰還していった。そしてこの間に8月24日に朝鮮人徴用工を乗せた。 浮島丸が下北半島から朝鮮へ向かう途中、舞鶴港で爆沈し日本人、船員25人を含む549人が犠牲となった。10月14日には朝鮮半島からの日本人を乗せた玉丸が駅勝本沖で爆沈し、545人以上が犠牲となった。この2つの海難事故は日本の海難事故史上、東山丸事故。 1954年、死者、行方不明者1,155人に次ぐ規模の海難事故である。南洋諸島からの民間人の引き上げは、1946年1月から始まり、4月までにほぼ完了した。引き上げた日本人の総数は約2万人であり、その内訳は、パラオ地区が6,010人、ヤップ地区427人、トラック地区709人、 ポナペ地区7029人、ヤルート地区77人、サイパン島2253人、テニアン島2052人などである。また、沖縄県人33,075人は、直接沖縄に引き上げた。南洋軍島は、他の日本植民地と比べて、戦火に巻き込まれた期間が、最も長く、サイパン島やテニアン島のように敗戦1年前に、 米軍に占領されたところもあった。しかし、島民の対日感情は最後まで良好で、島民による別れの踊りと蛍の光の合唱に送られたパラオ地区の引き上げのように、台湾と同様大きな混乱もないまま日本人は静かに引き上げてった。しかし、南洋軍島からの日本人引き上げ者の半数を占める沖縄県民にとっては戦火で荒廃し、 日本から切り離された故郷への帰還となり、再び戦後の苦難の道が始まることになる。軍人軍属の復員については、旧陸軍省を解体し発足した第一、福音省が、旧陸軍軍人軍属の復員を担当した。旧海軍軍人軍属については、旧海軍省を解体し発足した第二福音省が、担当した。1946年。 昭和21年6月には第一副委員長と第二副委員長を統合して副委員長とし、第一副委員局と第二副委員局が設置された。同年10月には第一副委員長が厚生省、当時所属になり、第二副委員長が総理長、当時直属となった。一方、一般日本人の引上げ事業は厚生省が担当した。同省では当初、 社会局引上げ援護課や地方引上げ援護局を設置し、その任に当てていたが、引上げ業務の本格化に備え、1946年、昭和21年3月引上げ援護院を設置し、その内部につき援護局、委務局、地方引上げ援護局の体制とした。1948年、昭和23年5月、福音局と引上げ援護院は一体となって、 引上げ援護庁という厚生省の外局となった。福音と引上げというそれぞれの概念も引上げ援護という概念になった。その後引上げ者数が減ったため1954年、昭和29年には引上げ援護庁は厚生省内の引上げ援護局に改組された。引上げ者は1000円の現金と自力で運ぶことができる若干の荷物しか帯行が許されず、 その財産のほとんどを海外に残し、日本に引き上げた。引き上げ者の多くは、日本国内の遅延欠縁も少なく、戦後の混乱した厳しい社会環境の中での生活の再建を余儀なくされた。しかし、生活の再建は容易なものでなく、引き上げ者の厳しい生活の実態は、社会問題となった。全国の引き上げ者は、海外に残された財産の保障を強く政府に、 働きかけることになった。いわゆる、在外財産保障問題である。日本国政府は、数字にわたり、審議機関を設置し、この問題の検討をした。ようやく1956年、昭和31年12月になり、第二次在外財産問題審議会による答申が、政府に提出された。その答申は、日本国政府に、 在外財産の保障をすべき法律的義務があるか否かという根本的問題については結論を得られないとした上で引上げ者の特殊性すなわち全生活基盤を失ったまま日本へ帰還を余儀なくされたということに鑑み給付金等による生活基盤再建のための特別の政策的援護措置を講ずべきとされた政府はこれを受け引上げ者給付金制度を設け 中戦時が1に6ヶ月以上生活の本拠を有していたことを条件に、償還期間10年、年6分の国債を交付した。金額については、50歳以上のものの2万8千円から18歳未満のものの7千円まで年齢により、数段階の区別があった。しかし、引上げ者給付金制度による交付によって一時下火となった、在外財産保障問題は、 その後活発になった。引き上げ物にしてみれば、最高に万八千円程度の金額は単なる見舞い金に過ぎと感じられた。引き上げ者は平和条約によって賠償として提供された自分たちの財産を憲法の条項に従って保障を求めていたのである。1966年、昭和41年から1967年。 昭和42年にかけて大規模な全国大会が開かれ国会議員の間でも関心が高まった。そのため1968年8月引上げ者に対する特別交付金の支給に関する法律昭和42年8月1日法律第114号が交付された。この法律により引上げ者及びその遺族並びに 引き上げ前死亡者の遺族に対する別交付金の支給に関し必要な事項が規定された同法第1条。まず同法は引き上げ者を以下のように定義する中小6である。この法律により総額1925億円の特別交付金が交付された。交付金額は終戦時の年齢に応じて一人当たりの金額が決められた。具体的には 終戦時50歳以上の者は16万円。35歳以上50歳未満の者は10万円。25歳以上35歳未満の者は5万円。20歳以上25歳未満のものは3万円。20歳未満のものは2万円であった。同法第6条第1。いずれも10年均等召喚される無利子の記名国債が交付された。同法第7条第1項。 1975年、昭和50年7月に、当時の三木首相は、特別交付金支給をもって、在外財産の勝利は、最終的に解決されたと発表した。この発表により引き上げ物の在外財産の返還の、とは、閉ざされることになったのである。2015年10月10日未明に、文部科学省が発表したところによると、歴史的に貴重な文書や、 絵画などを対象としたユネスコ国連教育科学文化機構の世界記憶遺産にマイズルへの生還1945から1956シベリア抑留等日本人の本国への引き上げの記録が登録された。シベリアに抑留された後マイズル港に引き上げた抑留者らの570点にも上る記録であり抑留生活の様子を 役に100種の和歌にしたため白樺の樹皮に綴った白樺日誌や靴の中に隠して持ち帰ったメモ帳などが含まれ、すべて京都府舞鶴市にある舞鶴引上げ記念館1988年会館に所蔵されている。その中には大阪府角増市の酒井に一郎、個人がラジオのモスクワ放送で流されていた抑留者の情報を聞き取り、日本で待つ家族に伝えたハガキや、 それへの礼状なども含まれる。マイズル港は、戦後、引き上げ者の約1割の、約66万人が上陸した港であり、マイズル市は1961年、シベリア抑留者が引き上げ船に乗船したソ連、当時のホトカシと、姉妹都市協定を結び、これは、日ソ間で最初の姉妹都市協定である、各種訪問団の相互派遣などで交流を深めてきた。記憶遺産への申請は、 マイズル氏であり、この申請にあたっても、市職員が、名穂トカ氏を訪問して、説明をするなどした。同市では一時は共同申請をする案も出るほどの理解があったという。登録の3年前は、同期年間に膨大な資料が未整理のまま眠っていた。登録へ導いた立役者の一人である、同期年間学芸員の長峰敦氏は、630万人が引き上げた壮大な出来事が、 日本の歴史から消えようとしている。きちんと公開し、調査研究に結びつけたいと当時の感想を語った。また同期年間への資料寄贈者である、木内忍、安田誠一は、日本初の生存作家となった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。